イギリス・ロンドン・コベントガーデンのタンタンショップ、タンタンの冒険は、ベルギーの漫画家、エルジェの漫画。主人公の少年記者のタンタンと相棒で白い犬のスノーイが世界中を旅行し、事件に巻き込まれる物語である。かつては、タンタンの冒険旅行などの日本語訳による題名でも知られていた。この漫画は1929年1月10日、20世紀新聞。 の子供向け付録、20世紀子供新聞に初掲載されて以来以下の新聞、雑誌にて連載された後アルバム化された。当初はモノクロで執筆されていたが、1942年の不思議な流れ星よりから明かされ、それに伴い以前の作品も過失、修正してから明かされた。原作はフランス語だが、80カ国語以上に翻訳され世界中で親しまれている。 シリーズの全世界での発行部数は3億5000万部以上になる。日本語版は1968年に主婦の友者から冒険担々の放題で3冊が出版された。このシリーズは保護者が子供たちに買い与えるものと位置づけられており、当時流行していた漫画に対抗する意味合いで企画されたがほとんど注目されなかった。1983年以後は 福音館書店から淡々の冒険旅行シリーズとして全24冊が日本語に訳された。福音館書店は2011年4月のシリーズリニューアルに伴い放題を淡々の冒険に改めた。日本の福音館書店版は2011年12月時点でハードカバー版が約107万部、ペーパーバック版が約26万部を発行している。 9作目までは、モノクロ原稿であり10作目からカラーとなったが、9作も順次カラー化されていった。24作目は、エルジェが執筆中に死亡したため、ラフとメモをまとめたものとなっている。日本語版タイトルは、福音館書店版による。また、観光順序が大きく異なるため、オリジナル版の順番の横に日本語版観光順序を示す。ヒロインは登場せず、 女性のキャラクターが少ない。これは、エルジェによると、女性を笑い者にしたくないからとのことである。突起なき限り、各キャラクターの担当声優は1990年代に制作されたテレビアニメ版の日本語吹き替え版でのキャスト。2話以上に登場する人物。ストーリー内に、たびたび登場する地名、組織、架空の国を紹介する。公式なものではないものの、 タンタンをモチーフにしたり、あるいはグッズや絵本、メニューなどに出てくるカフェ、ダイニング、バーなどが世界各地にある。2009年現在、タンタン最初の映像化作品として確認されているのは1946年から1947年にかけて、ベルギーのマペット作家であるクロード・ミソンヌによる人形劇映画が最古とされている。3本制作された。 人形劇のうちの一編の金のハサミのカには2005年にブリュッセルで開催されたタンタンフェスティバルで記念上映された。動画 HP ブリュッセルのアニメーションスタジオであるベルビジョンスタジオは1955年頃にモノクロ版でかけた耳と音かる王の杖の2本のアニメーションフィルムを制作しているが現時点で現存しているかどうかは不明。 その後1958年から1963年にかけてベルビジョンはフランスのテレシェットと組み人気の高い原作をもとにした5分間のカラーのテレビアニメレアベントゥアデチンチン D アプレハーチを制作している原作となったエピソードは以下の通りなお1964年には t v シリーズのビーカー教授事件を約1時間に編集したアニメも 制作されたという。同じく1964年には日本のフジテレビでチン,チンの冒険として放映された。しかしこれはレイグーセンス監督による t v シリーズなのか、それ以前の50年代半ばに作られたミニシリーズの編集版なのかは現在のところ不明とされている。1969年には淡々の長編アニメーション映画。 チンチン・イル・テンプル・ジュ・ソレイユと1972年に、チンチン・イル・ラック・オー・ラ・コンズの劇場版アニメが、制作された。19年後の1991年から1992年に、かけて、カナダのアニメーション制作会社のネルバナとフランスの、イリップスにより、カナダ・フランス合作のテレビアニメ、レア・ベントゥアでチンチンが制作された。ソビエト、コンゴ、アルファアート以外のエピソードが、 アニメ化されている。1998年には n h k 衛星第2テレビにて水曜18時から放送された。カートゥーンネットワークでは2010年から4、3映像であるオリジナル映像に対して上下カット処理をして16、9サイズ化し、さらに画素変換アップコンバートを施すことで HD 映像化された HD リマスター版が放送されている。 2007年5月14日、スティーブン・スピルバーグ監督率いるドリームワークスが、淡々の冒険を、モーションキャプチャーを用いた、フルデジタル 3D アニメーションで映画化することを発表した。これは、企画段階でアニメを実写化することには、限界があると監督自身が考えた上で CG で描くこととなった。スピルバーグは、第1作。 謎のユニコーン号を2011年に公開することを目標に、タンタンの三部作をピーター・ジャクソンと共同で2009年1月から撮影を開始した。ジェイミー・ベルがタンタンを、アンディ・サーキスがハドック船長を、ダニエル・クレイグが仇役である、海賊レッド・ラッカム役の声で出演する。音楽はジョン・ウィリアムズに決定した。 1960年と1964年にはオリジナルストーリーの実写版映画も2本制作されている。この2作ではジャンピエール・タルボがタ々を演じている。日本ではベルビジョン版のアニメシリーズが最初に放送されており、1964年から1965年に白黒でチンチンの冒険の台でフジテレビ系にて放映された。詳細については、 当該項目を参照。また、ネルバナ版のアニメシリーズも、ソフト化や n h k 衛星、第二テレビジョンでの放送がなされており、現在日本国内で一般的に知られている、タンタンのアニメ作品となっている。2001年に、タンタンチベットを行くの中国語版が、タンタン中国のチベットを行くと題名を著作権者に無断で変えられたため、出版が一時停止された。 原作のフランス語版では、ミルウ。福音館書店。福音館書店、淡々の冒険ラインナップ。2013年8月2日閲覧。大人の女性が、淡々の冒険原作にハマる最大の理由とは、インターナショナルビジネスタイムズ。2011年12月8日6時、0分更新。最終巻の解説よりもともとは1940年に発表する予定だった作品のため、 ナチスドイツによる侵略の影響で一旦企画が白紙になってしまい、戦後の淡々マガジンで連載が開始するまでお蔵入りの状態にあった。ピーカー教授淡々ジャパン国内淡々、ショップ一覧、フランソワーズポマレ、チベット草原社、2003年、103ページ。ありがとうございます。